炎山層からの表銀座の、両線氷銀座重層コースとは、北アルプス山麓の中房温泉を起点とし、合戦尾根を上り常年山脈を大天井竹まで重層し、東釜尾根の気策振動を経て、槍ヶ岳へ至る登山コースの名称である。単に氷銀座と呼ばれることも多い。またこの場合は、単に登山コースの意味だけでなく、広く、山群を指し示すこともある。 津柏岳の廃末帯に生息する、雷鳥稜線歩きを楽しみながら、津柏岳から槍ヶ岳を目指す、重装路は、氷銀座重装コースや、アルプス銀座などと呼ばれる人気のコースで、多くの登山ガイド本などで2泊3日程度のコースとして紹介されている。中部山岳国立公園内のルートである。下山ルートとしては、槍沢から上高地へ至るルートや、 ひださから新ほたか温泉へ至るルートなどがある。両泉上は、森林限界を超える、鉱山帯で、ハイマツやコマクサ、クモマスミレ、シナノキンバイなどの鉱山植物が分布している。ハイマツ帯は、特別天然記念物の来鳥の生息地で、両泉では岩ひばり、ニホンザルなども見られる。1875年長野県、南安美郡西ほた村牧に生まれ、 17歳から、カモシカクマなどの漁師をしていた。息子の一男と共に大天井竹から槍ヶ竹に、直接至る、東釜尾根に、奇策振動を開設した。区は、鶴橋、飛口、長名などを用い人力で、1917年に、工事を開始し、1920年に完成させた。1921年には、摂生小屋を完成させた。 山案内人として、1920年に、槍ヶ岳の北釜尾根の初加工及び1922年の初登販のサポートを行った。陸地測量部の測量官らと共に、北アルプスの測量作業にも参加した。1918年7月に、槍ヶ岳山荘の創設者のほかり三尾の穂高連邦を、重曹の案内人を務めた際に、 北アルプスで登れない山は一個もない。ただ野口五郎だけの西沢だけは登っても下ることができない。と語り、北アルプスの隅々まで漁師として歩き回っていたことが伺える。気作振動の解説以前の槍ヶ岳への登頂ルートは、厨房温泉を起点とした四日を要するルートであった。1919年7月27日に山田リーチが、 横通り岳と、常年岳との暗部にある常年坊のっこし小屋が、開業させると、常年のっこしから一の又国から、中山の利越を経て二の又に至るルートが加わった。1920年秋に、帰策振動が開設されると、厨房温泉から槍ヶ岳へは、見客者なら1日程度で到達することも可能と、なり人の流れが大きく変わった。これに伴い、 ルートから外れた、常年坊の腰小屋ややり沢小屋の利用者は、減少することになった。表銀座は、訪れる利用者が増え銀座の名の通りにぎやかな、やりが系のメインの登頂ルートとなり、この経路上の山小屋も賑わった。1924年に鎌トンネルが開通し、その後上高地まで、乗り合いバスが運行されると、上高地から横からやり沢を経て、 やりがたに至るルートが用いられている。また、新穂高温泉から、やりた小屋と、ひだのり越しを経て、やりがたへ至るルートなども用いられている。水俣の腰し付近には、鉄の橋小屋鎖、東釜尾根には、木製の丸太の階段などの登山道の整備が、行われている。表銀座と比較して利用者が少ないブナリツ尾根からの、 やりが系の登頂ルートは、裏銀座と呼ばれている。表銀座のルート上及び、周辺の主な山は以下である。表銀座の登山ルート上に、以下の山小屋があり、いくつかの山小屋には、キャンプ指定地が併設されている。稜線上に水場はなく、山小屋で水を入手することができる。合戦尾根の頂上のツバメ山荘から先は、大部分で、 やりがたけを眺めながらの両線にある木となる。ありがとうございます。